はい、どうも、キュレニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回なんですけど、やっぱりセットツムはね、この初代セットツムカラフルミッキー&フレンズ、これが一番強いってことをね、証明したいと思います。もうね、ダメだね。スターウォーズセットツムはもう論外だし、もう言うこともない、言うことがない。でさ、今回出たモンスターズインクセットツム、あれもね、まあ、論外中の論外ですよ。よいしょ、おりゃ。ああ、間に合わねえ。これはもうね、しゃあない。てか、盤面、キモすぎるね、これ。何このぐるぐる、もうやめてほしい。いいね、やっと消えてくれた。へいへいへい。いい、やっぱりね、一番コイン稼ぎ安定してるのはね、このセットツムだよね、この。こいつね、うりゃ、ああ、間に合わない。ダメだ、もう。やっぱ久々に使うからかな、ちょっと。安定しないな。ギリ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 。いいね。いい。安定の強さね、これね。このね、運に左右されない完全実力ゲーっていうのがね、面白いんですよ。これ完全実力で2600、これね、もっと稼げるんですよ、本当はね。ただちょっと今回は僕のまあこれ言い訳になっちゃうんですけど、本当久々にこのツム使ったんで、ちょっとまだね、慣れが足りないってところで、まあね、まあ一番強いっすよ、セッタツムの中では。はい、スター、あ、もう一回言うんですけど、スターウォーズは論外なんで、まあ特に言うことはないです。で、あー、やばい、ミスった。うわ、もうやだ、またやっちゃったよ。まあいいや、やるか。本当はね、このもうワンプレイやるつもりさらさらなかったんですけど、間違って画面を押しちゃいました。はい。これね、本当に稼げた時は4000コインとか稼げたんで、スキル1でね。今回も、まあスキル1。位置でね、4000コイン目標で頑張りますわ。いいんじゃない？いいんじゃない？おお、すげえ！ 4 コンボつながった、これ初めてかもしれん。はいはいはい。無言になっちゃうよね、もうね、どうしても集中しちゃうんで、このツムは集中しないとちょっとできない部分があるんだよね、このツムはね。もう生半可な気持ちでプレイするとね、失敗するんですよ。いい、
さっきより明らかにコイン稼げてますよね。うん、4000コイン視野に入れていいんじゃないかな。もうそろそろ、あーあーむずいけどね、やっぱスキルレベル1で一番稼げんのこいつなんすよ。本当にみんな分かってくれ。また復活しないかな、セット積む。まあめちゃくちゃ豪華なんでね、まあそんだけ開発費用とかなんかかかってそうですけどね。これイラストもう凝ってるじゃないですか、絶対ね。あのイラスト凝ってるからね、その分あの値段上がってるんですよね、これ。おそらくそのこの会社、つむつむの会社、このゲームのね会社が、だからねどんどんこう課金させてこう確率を下げないと採算合わないっていうところだと思うんですよね、この正直ね。確率 2% っていうのは、まあそういうね、まあ部分もあるんで、まあしゃあないんですけどね。けど性能をもっと強くしてほしかったよね、本当に。はい、ところでね、今回はカラフルミッキー&フレンズが一番強いっていう動画でした。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あとリクエストもあったらね、ぜひコメント欄で書いてください。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ、キュウリニキでした。